はい、おはようございます。もかげです。今日はね、もうちょっと朝からずっと雨、もうこんな感じでね、ずっと雨なんですけれども、天気のいい日っていうのは GoPro って、この間の夕暮れ時の土手の動画とかでもそうだったんだけれども、天気がいい日っていうのは GoPro Hero 9ね、色乗りも良くていいんだけれども、こうやってね、天気が悪い日、雨の日とか曇天の日っていうのはね、冴えないんですよ。でね、もうそれだったらね、もう今日はね、いっそのこと、もうカラーをね、抜いてやろうかと。今日はね、あえて色をなくす感じで、こんな感じで、モノクロ Vlog としてやっていこうかなと思います。ということで、色をなくした面影です。こんな感じで。ということでね、今日はね月曜日なんですけれども、昨日ね日曜日で、僕の住んでるところの隣町にある大阪市ではね、大阪都構想の、住民投票が行われて、結果ね否決だったんだけれども、僕はね別にその賛否っていうのはどちらもあんまり興味ないんだけれども、かなり接戦で、でね、僕ね昔今からもう20年から15年ぐらい前は関西の制作会社に所属していて、この手のね選挙報道っていうのにも関わっていたんで、もう本当大阪の、報道関係の皆さんね、本当お疲れ様っていう感じなんだけれども、東京のテレビ局っていうのはキー局っていうふうに言われますけれども、関西の場合は準キー局っていうふうに言われて、それに、準ずるという感じなんだけれども、僕がその制作会社にいるときによく言われたのは、いろいろこう年中行事の中継だとか、何か大きな事件が起こると、中継っていうのがね行われるんだけれども、全ての中継っていうのは選挙報道の、予行演習だっていうふうに当時僕はよく言われてたんですね。で、例えば春になるとお花見の中継とかっていうのは必ずあるし、秋も秋で紅葉のね中継とかっていうのがあったり、で夏前になると祇園祭りの中継とかっていうのも、そういうのもね全部選挙報道の予行演習だって言われたもんなんですけれども、今回は特にやっぱり賛否が拮抗してたっていうこともあって、なかなか最初に体制っていうのを報道したのは多分 NHK だったと思うんだけれども、 NHK が11時ぐらいだったかな。でその直後に MBS も反対多数っていう風な速報を打ったような感じだったんだけれども、でも多分ね、もう現場はねめちゃくちゃ大変だったんだろうなと思って、僕もね、衆院選挙で1回、あと地方選挙でもね2回ぐらい選挙報道には駆り出されて行ってたんですけれどもね、もうそれでもね本当に大変だったんで、そんなこんなでね、昨日もねずっと選挙報道見ながらね、大変だなっていう風に思っていたんですけれども、なんかもうああいうねやっぱ選挙報道ってね、もうエンタメとしてはもうめちゃくちゃ面白いですよね。特にこう拮抗した選挙になるとね、しかもね、僕の場合は大阪市とはほとんど関係のない他人事でありながら、同時に、隣町なんで、いや本当に、楽しかった。はい、今日はね前編 GoPro Hero 9でお届けしようと思っているんですけれども、この間公開した動画の中では GoPro Hero 9の素材を使って、カラーグレーディングに挑戦してみたんですけれども、カラーグレーをちょっと挑戦したら、やっぱりその反対であるこうモノクロにもちょっと挑戦してみたくなったんですけれども、特にね今日は一日中雨だったっていうこともあって、やっぱり GoPro Hero 9に限った話じゃなくて、GoPro っていうのはこう、天気のいい日にね一番いい映像が撮れるって、そういう風なね、カラーサイエンスというか、設定を行っているような気がするんですけれども、曇りとか雨になるとこう途端になんかこう絵が眠たくなるというか、特にね曇り空を撮ってるともう本当に、全部一色になるんですよね。実際はね曇り空も結構いろいろこうグラデーションがあるんですけれども、そういうものの再現性っていうのは得意ではないというか、どうしてものぺーっとした映像になってしまうんで、それならねいっそのこと、
雨の日とか曇りの日はモノクロ Vlog みたいな形で運用できないかなと思って、まあ、ということでね、今日はちょっとモノクロにチャレンジしているんですけれども、ただね、こういう部屋撮りの場合はちょっと全部を全部ね、モノクロにしちゃうと、逆にこうつまんなくなってしまいがちだと思うんで、例えばね、こう僕だけはね、こう色を残して他の背景は全部モノクロにするだとか、まあ、そういったところもね、ちょっと挑戦してみたいんだけれども、はい、まあ、ということでね、今日はね、ちょっと、まあ、お話というか、まあ、この間動画の中で、最近こうハマっているドラマとして Amazon プライムのこうオリジナルドラマユートピアっていうね、海外ドラマがあって、まあ、それにちょっとまあハマってるみたいな話をしたんですけれども、先週末ね、それを全部見まして、最近ね、見たドラマの中では結構ダントツ面白かったというか、ただね、このユートピアってもう本当に、ね、見る人を選ぶというか、賛否バッサリ分かれるドラマだと思うんですよね。このドラマってものすごく特徴的なものがいくつかあって、今日はねちょっとそれを紹介したいんだけれども、ストーリー的なものはね、結構まあありふれているというか、日本のこう漫画チックなところもあって、浦沢直樹ですよね、モンスターだとかの浦沢直樹さんの漫画のストーリーと、まあ、かなりねこうリンクする部分っていうのがあるんだけれども、ただね、それあくまでストーリーの話で、ドラマ自体はね、全然そういう印象じゃないんですよ。浦沢直樹的なドラマではないんですよ。僕がねこのユートピアをすごく面白いなと思った一番の理由はね、まあ、このドラマも個性的なキャラクターがやっぱ多いんですよ。まあ、一応ね、これはコミックの世界と現実の世界っていうのがまあリンクしていくっていう、まあ、そういうね、そこにこう人類がこう滅亡するみたいな、まあ、陰謀論みたいなものも関わってくるっていう、そういうストーリーそのものはいわゆるこう世界を救う、人類を救う的な話なんだけれども、その救おうとする主要キャラクターたち、これがね、全然一人としてね、感情移入ができないんですよ。それがね、僕にとってはすごく新鮮だったんですよ。世界を救おうとする主人公たちに1ミリも感情移入ができないっていう、結構ね、この設定自体が僕には結構斬新で、で、あとね、ドラマ自体もね、めちゃくちゃハイテンションなんですよ。頭おかしいんじゃないかっていうぐらいハイテンションで、ストーリーそのものはね、結構まあダークな部分があって、描写なんかでもグロいシーンっていうのはよく出てくるんだけれども、ただこうテンション自体はね、めちゃくちゃハイテンションなんですよ。このドラマもう前編ずっとね、アクセルがかかってる状態で、唯一ねちょっとそのアクセルが緩まるのが最終話、これね全8話のエピソードなんだけれども、最終話でね、物語のスピードっていうのが遅くなるんだけれども、それまでのね1話から7話8話途中ぐらいまではね、とにかくもうねフルスロットル でしかも各話ごとに全部こうクリフハンガーで終わっていくというか、筋肉マン的なね終わり方で、次がやっぱり早く見たくなるっていう、まあこの辺はね結構こうドラマ的な仕掛けっていうのもあって、とにかくねこのめちゃくちゃハイテンションなところと、あとキャラクターに、ね、全くこう感情移入ができないっていうところ、そこがね結構こう見る人を分けるところだなと思ったんですけれども、このね僕ユートピア見てて思ったのが、ものすごくねこうリアリティショーっぽいんですよ。最近だったら、まあ、テラスハウスとか、僕ねその辺正直あまり見てないんだけれども、リアリティショーの面白いところって、こうどんどんと回を進めるごとに、キャラクターたちが壊れていくっていうか、だんだんこう素の部分を見せてきて、それがねこう奇人変人になればなるほどこう面白くなるみたいなね、そういうところがあるんだけれども、このねユートピアっていうのも本当にそんな感じで、登場人物にこう感情移入ができないっていうのも、彼らねみんなね奇人変人なんですよ。でしかもそれがねこう愛すべき奇人変人というか、もう関わりたくない奇人変人なんですね。でそういう人間たちがこう人類を救うっていう、そういうねプロットがすごく面白くて、最後までね本当一気に見えた感じで、前編を通してシリアスなんだけれども、でもブラックジョークっていうのもたくさんあって、オフビートなんだけれどもめちゃくちゃこうベタな展開でもあって、であとねもう一つはやっぱりものすごくねタイムリーなドラマなんですよね。特にこうコロナ禍の今にはものすごくタイムリーなんだけれども、でもねこうストーリー自体は、まあ、さっきも言ったように、まあ、浦沢直樹的なねものすごく古典的なんですよね。でそういうねこう結構あべこべな部分っていうのがもう1エピソード8話の中にこうもうごったにされてるっていう感じで、本当にスピード感はね近年見たドラマの中でもピカイチでしたね。ただ本当ね好き嫌いは分かれるドラマなんで、ぜひね1話見てね、あこれちょっと面白いなと思って2話見たいなと思えたら一気に8話までいけると思うんで、ちょっと気になる方はねぜひちょっとチェックしてみてください。はい、ということでね、今日はまあこんな感じで GoPro Hero 9を使ってモノクロ Vlog にちょっと挑戦してみたんですけれども、いかがだったでしょうか。これからもねまたいろいろと
ニッチな部分でチャレンジしていきたいと思いますので、気に入っていただけましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではおむかげでした。